重大なテーマである環境問題。温暖化ガスの排出量は厳しく監視され、その削減には大きなコストが費やされている。そんな中、 IH 熱処理で環境メリットに優れた焼き入れを実現した富士電子工業株式会社が注目を集めている。 CO2 の排出量は 90% 削減で、まあまあのものでも 60%、50% 削減、まあ、40% ぐらいになるというのは普通にありますね。従来、炎を利用するのが一般的であったが、この新技術は IH を用いる精密硬化という技術。炎を使わないため、 CO2 排出量を大幅に削減することができ、環境メリットに優れた技術として注目されている。予想ができないっていうことをやることに関しては、ものすごく熱入るのが多いんですね。私もどちらかというとそうですけど、日本ってこれ一番の技術とか一番早いとか、そういうことになると、一番生産能力があるということになると、ものすごく燃えるメンバーが多いですね。で、まあ、ちょっと再三考えるよっていうところは確かにありますが、まあでもそのチャレンジ精神でやってきたっていうのも一つだと思います。幅広い分野への納入実績を持ち、特に自動車業界のクランクシャフト焼き入れ設備では 80% 以上のシェアを誇っている。創業以来、熱処理技術を追求し続け、高周波誘導加熱に関する特許の保有件数は業界トップを誇る。また設備の設計・製造だけでなく、受託加工サービス CFD プロジェクトも開始。自社工場内で様々なパーツへの焼き入れ加工を受け入れている。うちが商売になることは環境のメリットにもなるっていう、ものすごくありがたい状態で仕事させてもらってるので、前向きにトライしていきたいなというふうに思ってます。培ってきたノウハウと高い技術力が未来を守る精密硬化。富士電子工業はそのスペシャリストとして、常に最先端技術を追い求め、地球の未来を考え続けていきます。